かかてかかてよ、いい加減かかてよー。ぬおー、ふんらー。もう少し背景と合わせる努力をせんかおい。ああ、また始まった。またってじゃあ勝ってよ、クラスでスイッチ持っていないの。主ぐらいなんだよ。もう完全に背景を無視していくスタイル。持っていない子もいるでしょうよ。クラス全員が持ってるっていうの？全員ではないけども。うちのクラスで持っていないのはゲームなんか興味なしでカマキリのグッズばっか集めているカマキリくんと、ナメコ命、誕生日プレゼントもクリスマスプレゼントも高級ナメコ、のヌメリカワくんと、カマキリはいいとして動くなお前はナメコ。髪の毛大好きで教室に落ちている抜け毛をコレクションしているモウくんと、あと男子のパンツ大好き、いつも男子のパンチラばっか探している。いやママ心配、どんなクラスにいんじゃ息子よー。やばいクラスメイト、盛りだくさん。とにかく、持っていない子はスイッチとか興味なくて欲しがってない子なの。主はマジでめっちゃ死ぬほど欲しいの。だから買って買ってよ、もう一年以上ずっと我慢してるのよ、買ってー。だだこねにもどんなし。そこまで言うならしょうがねー。えぇ、はい、スイッチー。わーい、これ欲しかったの、スイッチ。って騙されるか、ほんだらー。さすがにごまかせないか。だから、買ってー、スイッチーを正月遊ぶのー。だからなんなんそのダダコネシステム。ああもうわかったわ、めんどくさい。でもうち貧乏だからその代わり一年小遣いなし。一年よ一年、どうだ。これでもスイッチ欲しいか。はい、いいです、もう約束だよ決定。え。あ。うん。だってそもそも一年でお小遣い、2000円ぐらいしかもらってないし、得も特徴を得でしょ、それなしでスイッチとか。そんなちょっとしかあげてなかったっけ。うん、去年しっかり計算してたもん。あ、そう。視聴者様、貧乏エピソード。1年のお小遣い、2000円を犠牲に、スイッチゲット。これは貧乏エピソードなのかちょっと微妙ですが、一応貧乏茶番に、2年前に来たコメントを、どんだけ時間ささえようだよ。ってことで久々に新しく視聴者様貧乏エピソード茶番、4回目を楽しみあれー。やっべー、年末に向けておせちとか、100メートルで1キロ分のランニング効果マシンに一粒飲んだら1キロ痩せる魔法の薬とか、絶対詐欺商品やんけ。買いすぎちゃってないわ。子供の給食費払う金が、しゃあねえ。確かタンスに、主ちゃんから預かったお年玉が。あ、さあ。うわ、これは手を出したらあかんお金だろうよや。おい母ちゃん、欲しいものできたから返してよ、主のお年玉。お年玉？預かったっけ？いや、下手ー、ごまかすの下手ー。視聴者様、貧乏エピソード。家にお金がなくて、取られたお年玉。もうすぐ新年、みんな自分のお年玉は自分で守るんじゃあ。飛車7匹目、これで今日と明日のおかずは問題なしね。視聴者様、貧乏エピソード。貧乏の結果、ハンティング能力、超アップ。嘘ー、マジかー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。